宇治群島は、薩摩半島西方沖にある群島。鹿児島県南薩摩市笠佐町片浦に属しすべて、無人島である。南方の草垣群島と同じく、上見島、薩南諸島のいずれにも属さず、よって南西諸島にも属さない。50キロメートルほど北北東沖には、下古式島、35キロメートルほど、港沖には、 草垣群島5 5トルほど南東沖には黒島3 0トルほど東側沖には津総勢がある。近世期から漁業基地として利用され、宇治島にはカツオの半加工基地が置かれた。産後採取なども行われ、明治中頃には40世代ほどが季節定住していた。1895年台風により137人が遭難した。 宇治登流と呼ばれる事故が発生した。その後、漁船の動力化、沿岸低地網漁の発達、ブリエ餌付け漁などにより、漁業のあり方も変化し、飛行する漁船も減少している。明治期までは捕鯨も行われていた。1965年から1993年にかけて避難港が整備された。近年は大勢の釣り客が訪れることもあり、無人島だけに、 ゴミの放置などが問題視されている。2002年には、島外から持ち込まれたと見られるカユサギの繁殖が、宇治島で、またヤギの繁殖が、宇治向島で確認されており、生態系への影響が懸念されている。海難事故に備えるため、20トン級の船舶が、寄港できる、避難港が整備された。港近くに、 1967年に建てられた漁業者のための簡易宿泊施設があるが管理する人もなく荒れている。宇治島中央東側にそびえる何日だけの山頂近くにある宇治島灯台は香港、上海、台湾などから日本に寄港する船舶の目印となっている。太陽電池式灯台で大住管区海上保安本部鹿児島航路標識事務所が 巡回点検を行っている。ありがとうございます。